第1試合、赤ゼッケン998番栄選手、白ゼッケン999番渡辺選手。アルバイトご紹介させていただきます。パリーグ2年目があっても南側はちょうど近い席に横になりますが、ホッター代表いたしまして、席どこか、そこに設定的なのチェックの必要な方、こちらの席どこかの方をお願いいたします。ただいまの試合、白渡辺選手の判定勝ちです。第2試合、赤ゼッケン1000番伊藤選手、白ゼッケン1001番小倉選手。各試合場の進行状況につきましては、大型以上のお持ちの方が参加参照なさってください。アリーナに入れますのは、5試合以上までの選手となります。6試合以上前の選手は、ご自身の席にお待ちください。ただいまの試合、赤伊藤選手の判定勝ちです。第3試合、赤ゼッケン1002番柴田選手、白ゼッケン1003番川口選手。
定の結果、赤、土屋選手の判定勝ちです。第3試合、赤、ゼッケン1135、清田、白、ゼッケン1136、かゆかわ、チーチーこれで、ゴー。第4試合、赤、ゼッケン1004番、大西選手、白、ゼッケン1005番、木村選手。正面、ゲッ！心理、ゲッ！ゲッ！これで、ツー！第5試合、赤、ゼッケン1006番、吉川選手、白、ゼッケン1007番、小金沢選手。
新試合、早田決勝により、第10試合に進みます。なお、この日、試合をもちまして、審判団の応援を行います。頑張って！ただいまの試合、白、コガネイザーの選手の判定勝ちです。第6試合、赤、ゼッケン1008番、大坪選手、白、ゼッケン1009番、富山選手、1010番、ケイモチ選手、白ゼッケン1011番、大鹿選手。この試合は白大鹿選手の欠場により、赤ケイモチ選手の不戦勝です。第8試合、赤ゼッケン1012番、森選手、白ゼッケン1013番、伊藤選手。すいません、頑張って、ゴー！
ただいまの試合、赤、森選手が判定勝ちです。第9試合、赤、ゼッケン1014番、渡辺選手、白、ゼッケン1015番、赤津選手。白、赤津選手が判定勝ちです。第10試合、この試合をもちまして審判団の交代を行います。赤、ゼッケン1016番、酒井選手、白、ゼッケン1017番、志村選手。試合が終わりました選手はご自身の席に戻りになるか、または速やかに交代をお願いいたします。新型コロナウイルス感染でぜひご協力をお願いいたします。アリーナの会場でお待ちの方、ご自身の試合が終わりましたら一旦ご自身の席に戻りください。コロナ感染症対策にご協力をお願いいたします。第6試合場、第8試合場の近くで立ち見で感染している方、立ち見感染は禁止となっています。必ずご自身のお席に戻りください。試合が終わりました選手は、速やかにご自身のお席にお戻りになるか、大会をお願いいたします。また、試合が終わりましたら、選手にマスクの着用をお願いいたします。選手の判定勝ちです。ここで審判団の交代です。
審判団の入場です。主審徳富、副審柏木、佐伯、増川、加藤。中学2、3年男子軽中量級第11試合、赤ゼッケン1018番野村選手、白ゼッケン1019番宮本選手。この試合は白宮本選手の欠場により赤野村選手の先勝となります。第12試合、赤ゼッケン1020番鈴木選手、白ゼッケン1021番鈴木選手。正面に礼、真に礼、正面に礼、たまに礼。第13試合、赤ゼッケン1022番三宅選手、白ゼッケン1023番細野選手。この試合は赤三宅選手の欠場により白細野選手の不戦勝です。審判の方々に含めまして初定の初定の見学完成をお願いいたします。第14試合、赤ゼッケン1024番伊藤選手、白ゼッケン1025番酒井選手。審判の方々のアリーナでの立ち入りは禁止となっています。初定の1での完成をお願いいたします。選手の皆様にもお願いいたします。試合が終了いたしましたらば、ご自身の席にお戻りになるか速やかなる退散をお願いいたします。新型コロナウイルスの対策のためでございます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。現在第4グループの試合が行われていますが、第3グループの方々は座るはずの席に座っている方がお見受けいたします。必ず決められた席にご移動くださいませ。お願いいたします。審判の先生方、そしてまた選手の皆さん全員含めましてお願い申し上げます。構えて続行。選手
審査のにもお願いしておりますので、審判の方々も職員の位置からの観戦をお願いいたします。審判の方々でアリーナ上で立ち見をしている審判の方おぞりますが、職員の位置からの観戦をお願いいたします。選手の皆様にもお願いしております。審判の方々もお願いいたします。1コート2コートの近くで立ち見している方、審判選手を含めまして職員の力の歓声をお願いいたします。1コート2コート付近で観戦している審判の及び選手の皆さん、職員の力の歓声をお願いいたします。コロナ対策による感染予防対策でございます。ご協力お願いいたします。判定取ります。判定キャラエナの試合、赤伊藤選手の判定勝ちです。第15試合、赤ゼッケン997番松田選手、白ゼッケン999番渡辺選手。2コートの裏で座席に立っている方、正面に立っている方、お手伝いをお願いいたします。2コートの裏で座席に立っている方、完全に立っている方、通路の方で立って観戦している方、お座席をお願いいたします。ゼッケン1000番伊藤選手、白ゼッケン1003番川口選手。正面に礼、真に礼、大礼。
やめ。判定ております。判定。引き分け1、1、2、3、4、5。ただいまの試合、赤伊藤選手の判定勝ちです。第17試合、赤ゼッケン1004番大西選手、白ゼッケン1007番小金沢選手。ここで審判官の投票を行います。正面に入り、ご自身の席にお戻りになるか、もしくはロッカーにご移動ください。または試合が終わりましたら、速やかにご退会をお願いいたします。アリーナの会場、ロッカーにいらっしゃる選手の皆さん、ロッカーに行くか、ご自身のお席にお戻りください。試合が終わりましたら、速やかな退会をお願い申し上げます。これより1分半の延長戦を行います。ただいまの試合、白小金沢選手の判定勝ちです。第18試合、赤ゼッケン1008番大坪選手、白ゼッケン1010番剣持選手。第10試合以上の学びが完成している方、アリーナ北側部の集まりの方、どうぞ試合を終わりましたら速やかに開会をお願いいたします。立ち入りは禁止となっております。ただ試合が残っているならば、ご自身のお席の元になってください。
コロナ感染症対策にご協力をお願いいたします。立ち入りの皆さんが回避していただけないようには一旦その試合場の試合を中断して止められ、その後にまた再開ということになります。皆様のご協力をお願いいたします。試合が終わりましたらば速やかにご自身のお席に戻りになるか、もしくは退場をお願いいたします。皆様のご協力がいただけない場合には、試合を一旦止めて中断して、その後に再開ということになります。ご協力をお願いいたします。ただいまの試合、赤大坪選手の一本勝ちです。第19試合、赤ゼッケン1012番森選手、白ゼッケン1015番赤津選手。正面に礼、真に礼、大に礼、構え準備。第20試合、この試合をもちまして審判団の交代を行います。赤ゼッケン1016番酒井選手、白ゼッケン1018番野村選手。正面に礼、真に礼、大に礼、構え準備。
ただいまの試合、赤、酒井選手の判定勝ちです。ここで審判団の交代です。正面に来い。審判団の入場です。主審金子、副審平山、奥川、杉原、小坂。中学2、3年男子軽中量級第21試合、赤、ゼッケン1020番鈴木選手、白、ゼッケン1023番細野選手。第22試合、赤、ゼッケン1024番伊藤選手、白、ゼッケン1026番黒沢選手。
次の試合まで観客の相手の選手は恐れ入りますが、お手数ですがご自身のお席まで一旦戻りください。変わりまして中学3年生男子重量級第1回戦を開始します。第23試合、赤ゼッケン1096番高橋選手、白ゼッケン1097番後藤選手。正面で自にで下回りで下回りこれより1分半の延長戦を行います。第24試合、赤ゼッケン1098番坂本選手、白ゼッケン1099番林選手。Thank you.
席から手すりに手をついて、これから撮影の方お呼びくださいと思います。本日は全席指定となっています。現在は第4グレートの席に皆様お座りのお席です。第3グレートの席をその方がお見受けいたします。すぐにご自身の席にご移動ください。コロナ感染症対策でご協力をお願いいたします。試合が終わりました選手は恐れ入りますが、速やかなご退会をお願いいたします。試合が全て終わりました選手は速やかなご退会をお願いいたします。次の試合で獲得が空いている選手はご自身の席に一旦お戻りください。第25試合赤ゼッケン1100失礼しました、1102番桑島選手、白ゼッケン1103番大場選手。立ち見をしている方、立ち見観戦をしている方、子たちに移動をお願いいたします。第10試合場観戦で立ち見をしている方、直ちにご移動をお願いいたします。第26試合赤ゼッケン1104番柏田選手、白ゼッケン1105番内野選手。
シード中段ギャルズ1本正面ドライナの試合赤柏原選手の1本勝ちです。レッレッ代わりまして中学2、3年生男子軽中量級第27試合赤ゼッケン997番松田選手白ゼッケン1000番伊藤選手正面レッツ右にレッツ下前にレッツ下前に中判定勝ちです。第28試合赤ゼッケン1007番小金沢選手白ゼッケン1008番大坪選手正面レッ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 の判定勝ちです。第29試合赤ゼッケン1012番森選手白ゼッケン1016番酒井選手
挑戦を行います。赤森選手の判定勝ちです。第30試合、この試合をもちまして審判団の交代を行います。赤ゼッケン1020番鈴木選手、白ゼッケン1026番黒沢選手、正面レッ、下にレッ、中にレッ、構えて10。第32試合、赤ゼッケン1074中田、白ゼッケン1077山田。
赤鈴木選手の判定勝ちです。ここで審判団の交代です。審判団の入場です。主審徳富、副審柏木、佐伯、松川、加藤、田中、田村、正面にない。中学3年男子重量級第2回戦を開始します。第31試合、赤ゼッケン1095番古翔選手、白ゼッケン1096番高橋選手。この試合は赤古翔選手の欠場により白高橋選手の不戦勝です。正面にない。第32試合、赤ゼッケン1098番坂本選手、白ゼッケン1100番田中選手。正面にない。真に礼。大礼。構え。礼。選手の判定勝ちです。第33試合、赤ゼッケン1101番三木選手、白ゼッケン1102番桑島選手。正面にレイ、真にレイ、大にレイ、スリー。
ただいまの試合、赤、ミキ選手の判定勝ちです。第34試合、赤、ゼッケン1104番、柏田選手。白、ゼッケン1106番、堀之内選手。正面に進入第2位、構え。ただいまの試合、白堀之内選手の判定勝ちです。ただいまより3分間の休憩に入ります。審判団はご講談ください。中学2、3年男子軽中量級準決勝戦を開始します。第35試合、赤ゼッケン997番松田選手、白ゼッケン1008番大坪選手。正面に礼、真に礼、大に礼、注意。
定でおります。判定赤1、2、3、4、5。ただいまの試合、赤松田選手の判定勝ちです。よって白大坪選手の第3位が決定しました。第36試合、赤ゼッケン1012番、森石選手。白ゼッケン1020番、鈴木選手。正面に塁、真に塁、大塁、スリえ、選手の皆さんにご案内いたします。部屋バンドを使用しての出場は禁止となっております。部屋バンドは試合前に必ず外すようにお願いいたします。部屋バンドを着用しての試合出場は禁止です。ご注意ください。延長戦を行います。試合、白鈴木選手の判定勝ちです。よって赤森選手の3位が決定しました。代わりまして中学3年生男子重量級準決勝戦を行います。赤ゼッケン1096番、高橋選手。白ゼッケン1100番、花香選手。正面に入れます。やめ。
続行。第38試合赤ゼッケン1101番三木選手、白ゼッケン1106番堀之内選手。ただいまより1分半の延長戦を行います。
ります。判定。白一、赤一、二、三、四、五。ただいまの試合、赤三木選手の判定勝ちです。ただいまより5分間の休憩に入ります。審判団はご降壇ください。中学2、3年男子軽中量級決勝戦を開始します。第39試合、赤ゼッケン997番松田選手、白ゼッケン1020番鈴木選手。正面に礼、真に礼、大に礼、礼。赤松田選手の判定勝ちです。よって赤松田選手の優勝、白鈴木選手の準優勝が決定しました。中学3年生男子重量級決勝戦を行います。赤ゼッケン1100番田中選手、白ゼッケン1101番美希選手。相手は選手の判定が入れます。相手は選手の判定が入れます。高校生女子中量級準決勝を行います。第36試合、赤、鉄拳1251、山崎。白、鉄拳1256、西南。やめ、やめ。構えて、続行。よって白美希選手の優勝、赤花香選手の準優勝が決定しました。